アイテム番号 SCP-555JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-555JP は性質上、物理的な収容ができません。関連する記録媒体は研究用を除いて全て破壊します。プロトコル、もちもちサメのプルプルダンス、に従い、インターネットとテレビを通じて定期的に対立ミームの拡散を行ってください。SCP-555JP、A に対する記憶処理は原則として不要です。説明 SCP-555JP は、レスキューヒーローズ、と呼ばれる体操と、それに付随する曲と歌詞です。振り付けは運動生理学に基づいており、柔軟性及び平衡感覚の向上に統計上有意な効果があることが財団によって確認されています。マモレイの地を、レスキューヒーローズ、街に炎が燃えるとき、僕らは駆けつける。消すな、命を、消すんだ、炎を。必殺、フレームキャンセラー。僕らはレスキュー。レスキューヒーローズ、555。救えの地を、レスキューヒーローズ。倒れた人がいる限り、僕らは戦うぞ。起こせ、命を、起こすな、争い。必殺、レクイエム9。僕らはレスキュー、レスキューヒーローズ、555。カッコ、以下5番まで存在しますが省略します、カッコ閉じ。SCP-555JP の全部あるいは一部を認識した人物は、非常に高い確率で SCP-555JP、A になります。SCP-555JP、A には、超電救助隊ヒーロー、と呼ばれる架空の特撮番組を幼少時に見たという記憶が発生します。超電救助隊ヒーロー、というテレビ番組は存在しませんが、同名の組織が1980年代から非合法な活動をしているのが確認されています。SCP-555JP、A は SCP-555JP を完全にマスターし、健康維持などを目的として、時折実行します。これにより、新しい SCP-555JP、A が発生します。音声記録550を参照してください。音声記録550、日付2000年、月、日。付記この会話はサイト、8181内で偶然記録されました。SCP-555JP、A 必殺。レクイエム9。研究員何してんのよ。エージェント。SCP-555JP、3だっけ？見ても遠い、ちょっとストレッチよね。研究員ストレッチって、今の変なランスが？ SCP-555JP、あれ、知らない？超電救助隊ヒーローの、レスキューヒーローズ、って体操なんだけど。ほら、小学校の運動会とかで見なかった？研究員聞いたことのないわ。大体、SCP-555JP、どうかしたの？研究員を思い出した。あったあった。98年ぐらいかしら、日曜日の朝にやってたやつでしょ。クラスの男子が大騒ぎしてたわ。うわぁ懐かしい。SCP-555JP、この体操、ストレッチにちょうどよくてさ。いやぁ。女の子も見てたんだな、超電救助隊ヒーロー。研究員こう見えても結構好きなのよ。ああいうの、完全に忘れてたけどね。SCP-555JP、A、3もやらない？恋が取れるよ。研究員それもいいけど、せっかくだからお昼にしない？超電救助隊の話もしたいし。SCP-555JP、A よ。いいねー。俺はポリスチームのことなら、何でも知ってるぜ。研究員私はレスキューチームのことなら、何でも知ってるわ。SCP-555JP、A それなら今度、俺ん来ないか？トリアーギブラックのフィギュアが再販されたんだけど、見せびらかす相手がいなくてさ。研究員なら、悪くないわね。お邪魔しちゃおうかな。SCP-555JP、A どうぞどうぞ。しかしお堅い博士だと思ってたあんたに、こんな話題が通じるなんて意外だよ。研究員財団職員なら誰でも一度ぐらい、ヒーローに憧れたことがあるんじゃない？ SCP-555JP、A なるほど、それもそうだな。
終了報告書 SCP-555JP、研究員は極めて不仲であったにもかかわらず、この一件以来急速に親密になりました。結婚式の余興による大規模なミーム災害の後、関係者は全員クラス B 記憶処理を受けました。現在は SCP-555JP 及び、超電救助隊ヒーローの記憶を失っており、ミーム災害の影響下にありません。SCP-555JP、A のアパートからは、関連する物品が多数回収されました。これらに特異性はありませんでした。分析 SCP-555JP、A だったエージェント、と、研究員の婚姻関係は現在も円滑に継続しているため、ミーム災害によって変化した人間関係は変わらないものと考えられます。このミーム災害による広範な社会的混乱が予想されます。SCP-555JP、A となった人物同士は、立場や価値観などのあらゆる違いを乗り越えて互いに親近感を覚えます。場合によっては所属する組織を裏切るなど、破滅的な事態をもたらす行動にも躊躇しなくなります。その行動原理は、超電救助隊ヒーローの素晴らしさを多くの人に知らしめる、ことで一貫しています。SCP-555JP、A の総数は不明ですが、社会的影響力のある人物が多数含まれていることが確認されています。僕が脚本家を志したのは、ガキの頃にモノクロブラウン管の中で、超電救助隊ヒーロー、っていう最高にかっこいい奴らと出会ったからだ。ヒーローなんて嘘っぱちだ。自分の人生にも命にも価値なんてない。そう思ってた僕の魂を激しく揺さぶったんだ。SCP-555JP は2000年4月前半に、ごく一部の映像記録媒体を通じてのみ拡散されていましたが、現在は財団によって全媒体が回収されています。上記の書籍及び著者は適切に処理されましたが、より大きな脅威となった事例が確認されています。2000年、震災後に超党派の国会議員連盟が誕生しました。救助組織への支援などを目的として掲げていましたが、財団の調査によって関係者全員が SCP-555JP、A となっていたことを確認しました。党幹事長と、党首を含む全議員が離党を準備し、新党、黄色の党を結党しようとしたため、財団が介入。適切な処置によって混乱は最小限にとどまりましたが、超党派議員連盟は現在も存続しています。監視は継続中です。ホイ一財団による実験の結果、SCP-555JP の特異性を容易に予防、消失できることが判明しました。財団フロント企業が SCP-555JP に異なる歌詞と曲をつけ、魔老師のカンフー体操、として放送したところ、視聴した SCP-555JP、A の全員が特異性を喪失し、超電救助隊ヒーローに関する記憶を失っていました。また SCP-555JP のミーム災害への耐性が確認されました。ホイニエージェント、と、研究員の2歳の長男が SCP-555JP、A であることが判明しました。ミーム災害を受けた時期は不明ですが、遺伝的あるいは社会的な感染ルートが現在も存在すると考えられます。これにより特別収容プロトコルが改定され、より強力な対立ミームを定期的に拡散することが決定されました。